皆さんこんにちは、のらんです。本日は前回、これを作るぞって話までして終わっていたものですね。27センチドールサイズのパーカースウェット、パーカー付きスウェット、前焼きじゃないパーカーをチャレンジしていくというところまで宣言してたので、今日はそれのね、制作をしていきたいと思います。で、前回の動画でもね、前振り的にお話ししたんですけれども、20センチドールサイズのフードの型紙を 120% と 130% で拡大コピーをしてきました。ので、まずこちらをね、切って、一旦フードだけ作るか。フードだけ作って、27センチドールサイズの子にあてがってみて、いけそうならラグランティの制作に行きたいなというふうに思います。じゃあね、まずこれを切っていきますね。で、今回一応27センチドールサイズということで、私が持っている27センチドールですと、ももこちゃんかオビツ制服計画になるんですけれども、一応今回はね、オビツサイズで、なんでオビツ24かサイズでいこうかなというふうに思っています。というのも、おそらくね、ももこちゃんの方がよりスレンダーなので、ももこちゃんはね、なんなら多分22も頑張りゃ着れるんですよ。が、オビッツ24はね、割とむっちりボディなので、ちょっとね、厳しいと思う。大きめにちゃんと作らないとね。なので、逆にオビッツ24に着れれば、ももこちゃんも着れると思うので、まあ、今回はエイリちゃんかしのちゃんあたりに着せてみようかなというふうに思ってます。ちょっと最近ね、オビツ制服計画も全然ドール出せてなくてね、まあ別にそれに限らないんですけども、私のこの動画というかね、ミシンスピードはほんと遅々として進まないので、まあ1年間キタキリスズメの猫も非常に多いのでね、申し訳ないなと思いつつ、まあ、今年のゆるい目標としては、まあ、可能ならこの動画でね、私の持っているドールを1回は紹介したいなぁとはふんわり思ってます。そんなね、紹介しきれないほどの子はいないので、そこはいいんですけど、で、できれば可能なら全員1回はお着替えをしてあげたい。それはなかなかむずいなぁ。ちょっとね、たまに定番ワンピースをかなり挟んで、大量制作をね、どっかで挟まないと多分難しい気が、私のスピードだとね、難しいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあでもね、ほんとまだね、動画でご紹介してないドールもいっぱいいますし、なんなら実はね、お洋服を一回も作ったことのないドールもね、いるんですよ。私はどっちかっていうと、例えばブライスならブライスとか、オビツ11ならオビツ11みたいに、こう固定のサイズだったりね、固定のドールをもうただただひたすらコレクションするというタイプというよりは、いろいろね、浅く広くいろんなタイプの人形を楽しみたい人なので、結構ね、種類がどちらかというとコレクション数に対して多岐にわたってるんじゃないかなというふうに思うんですね。なのでね、ちょっとお洋服を全員分作るのって意外と大変だなぁと思います。それこそ先ほどお話ししたね、ももこちゃんとオビツ制服計画も割とボディサイズが違うので、それぞれに適したね、お洋服をちゃんと作ろうと思うと、やっぱちょっとだけ工夫が必要だったりとかするのでね、そこをどうしていくかっていうところがちょっとネックではあるんですけども、とはいえね、やっぱ動画でね、せっかくなのでご紹介したいなという気持ちはあるので、ちょっとゆるい目標としては持っておこうかなというふうに思ってます。よし、切れた。こうやって見ると結構違いますよね、 120% と 130% でね。こっちが 120%、 こっちが 130% ですね。で、これで1回作ってみて、まあ、個人的にはね、まさにブライスなんかがそうですけど、必ずしもフードはね、頭にかぶせれなくてもいいのかなって思ってます。
どうしても普通の人間と比べるとね、頭の比率って大きく作られてることが多いですし、かぶれるようにっていうとこあんまり気にしすぎるとね、フードがほんとめちゃめちゃでかくなっちゃうので、バランスのいいフードサイズを一応今回は目指していこうかなというふうに思ってます。あとはまあフードの形もね、かぶれなくてもいいけど、結構なんて言うんだろう、深めのフードが可愛いのかなと思ってたりもするので、その辺もちょっと一回これで縫ってみてから考えたいと思います。はい、今ね、120% で拡大した方だけを縫ってみたんですけれども、試しにね、エイリちゃんにちょっとかぶせてみようかなと思って、こんな感じになりますね。フードのサイズはね、良さそう。ちょっとまあ実際こんなにかぶんないけど、もっとダブい方がいいのかな。まあ普通のパーカーだとこんなもんだよな、実際と思うんですけど、ドールと思うとちょっとね、ダブッとしてる方が可愛いのかなと思いつつ、多分ね、今ちょっとね、縫ってて思ったのが、あんまり大きくしすぎると、今度この襟周りのここがね、シワになっちゃうと思うんですよ。なので、一旦これで置いといて、ちょっと130はこのまま一旦キープにして、ラグランティの方をね、先に進めていきたいと思います。で、ラグランティを、改造一応しよっかなって思ってるので、ちょっとだけ袖口というか袖と脇の部分をラフな感じのシルエットに調整して縫って、これと組み合わせた時に首周りがうまくいくかどうかをちょっと確認したいので、ラグランティを先に進めたいと思います。はい、ここまで来ました。試作第1個目ですね。ちょっとセクシーな感じになってしまって申し訳ないんですけれども、オビツ制服計画の上村えいりちゃんにちょっとね、試着をしてもらってます。これね、上村えいりちゃんのデフォ服だったんですよ。すごい可愛いしね、いいなって思ってそのまま履かせっぱなんですけどね、結果すごいセクシーな感じになっちゃってるんですけど、これがね、今回作った27センチドールサイズのパーカーのね、試作第1号になるんですが、試作のね、第1号にしては割といい感じにいったんじゃないかなというふうに思いますね。今回結局この下のね、ラグラン T シャツの部分はもうほぼ原型をとどめてないぐらいのレベルで形を変えちゃいました。あー、手が、そう、このエイリちゃんね、ちょっとお手手が緩くてなんとかせんといかんなと思いつつここまで来ている。どうしようかね、なんかいい方法があるの知ってる方いたら教えていただきたいです。そう、原型をね、ほぼとどめてないぐらいに修正をしました。なので、あの型紙通り作るのとはだいぶね、シルエットが変わったんですけど、結果としてね、すごくね、私の思い描いてたゆるっとパーカーにね、近い感じに仕上がったんじゃないかなというふうに思います。で、一応ね、とはいえ試作のね、1個目なので改善したいなと思ってる点はいくつかあるのでね、こっからの改善点をね、ちょっとお話ししていくんですけど、まず一つはね、ここの部分ちょっとだけね、フードのこの襟ぐりの長さがね、足りなかったです。おそらくなんですけど、この小さなお人形のためのドールコーディネートレシピのフードはね、前開きのタイプっていうのもあって、ちょっとね、多分ね、襟ぐりの部分の長さが短めなのかなっていうのと、ラグラン T シャツが逆にここ結構ね、ガバッと開いたデザインになってるんですよね。なのでちょっとね、足りないので、ここの型紙はね、フード側を修正しようと思います。フードのサイズそのものはそんなに悪くなくて、まあこのぐらいがちょうどいいのかなって思うので、今回これね、 120% 拡大ぐらいで作って、でフード感はちょうどいいので、むしろこれ以上大きくすると今度フードが大きくなりすぎるので、まあこの形のまんまで首周りだけちょっとね、面積広げようかなと思ってます。後ろはね、こんな感じです。
ちょっとここはまあ開いちゃうんですけどね、かぶった時は。まあ私はここあんまり気にならないのでいいかなというとこですね。で、後ろの部分はこんな風にマジックテープを持ち出す形で開けれるようにしています。ここもね、本当は下の部分はクローズにしようかなって思ったんですけど、割とやっぱね、フードタイプのお洋服って特に前開きじゃないとすごくね着せづらいんですよ。で、結構ボディのサイズによってはだいぶ着せづらいのかなと。ね、割とオビツ制服計画はね、頭もそこそこ大きいのとボディもね結構メリハリのある形なので、あんまね余裕がないんですよ。なのでもう後ろ全解禁でもいいかなって個人的には思ってます。こういう風にフード下げちゃえばね、あんまり後ろのラインも気にならないですしね。いやでもめっちゃ可愛い。このねちょっとゆるっとした感じもすごく可愛いですし、とはいえなんかダブダブしすぎてないしね、ちょうどいいんじゃないかなと思います。またね、実験用だった割にこの布が割と良かったわね。でもうなんならね、終わってもいいんじゃないかぐらいのクオリティになったんですけど、まあ、ここまで来たらね、ちゃんと突き詰めますよ。で、その上で今度は紐をね、いずれはつけたいと思ってるので、ちょっとね、次はね、型紙を修正してみようかなというふうに思ってます。で、皆さん買いました？じゃーん。久々にね、ドール服の型紙本が出ましたよ。こちら、まあ、毎度のね、ブティック社さんから出てますけど、レディブティックシリーズということでね、ブライススタイル着せ回復レシピブックということで、でもね、この想定、パッと見てね、あって思った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、リカちゃんシリーズのさ、型紙の本と、かなりね想定が似てますよね。まあもちろんね、ブティック社さんなんで同じなのでね、まあデザイナーさんも一緒だったのかなと、本のデザイナーさんもね一緒だったのかなと思うんですけど、かなりねテイストとしては近いです。で、中を見てみてもお洋服のテイストもね割と近い。だからね、これまあ私本屋さんじゃなくて通販で買ったんですけど、中見てみて、あーこれリカちゃんの本とそんな変わんないかなーって思ったんですが、実際にね、コーディネートを見たら、結構ね、いいかもしれん。うん。やっぱね、リカちゃんと違って、ブライス用ということで、ちょっとね、リカちゃんは普段着とか、言ってもドレッシーだったりって感じなんですけど、まあ、ブライス用ということで、ちょっとファンタジーな感じだったりとか、まあ、ドーリーな感じの、こう、デザインっていうのを入れてて、なのでね、せっかくなので、その本のね、コンセプトに合った形で作りたいなと思うので、まあ、完全に似た素材、というのは難しいんですけど、例えばこの表紙のお洋服だったらね、チェックのパターンが違うやつを合わせてすごい可愛らしいお洋服にしてあるんですけど、こんな感じでね、ちょっとリカちゃんの本ではあんまり載ってないようなデザインってのがいっぱい載ってるので、せっかくなのでそういう布をちょっとちゃんと集めてからね、縫おうかなというふうに思うのでね、まあ、このパーカーが一応一通りのゴールを迎えたらね、次これの中から何か作ろうかなというふうに思ってます。いやでもね、いい感じだ。すごくゴールがねちょっと見えてきましたね、パーカーのね。ちょっと型紙をせっかくなのでね、突き詰めていいパーカーを作っていきたいと思います。ということで、本日はパーカーの試作1個目が終わりました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。